横三角締めの入り方、相手の左足を押さえながら巴投げで返し横三角に決める。三角締めは高専柔道の極致で、それぞれ自分の体に合った入り方、締め方を研究していた。横三角締めに入って左手の逆を取る。同じように横三角締めに入って右手の逆を取る。三角締めはどこからでも取れるという技の一端である。体固め、腕ひしぎ、両足をぐっと伸ばし、相手の肩を潰して起き上がる。ハサミ逆。両足で相手の腕をしっかり挟んで、相手を仰向けにしてハサミ逆に取る。下からの三角締め。
上からの三角締め。高専柔道の選手たちは、柔道の決め手は固め技にあると信じ、青春をかけて自らの体に合った技を開発していった。それは今でも追随できぬほど高度なものであり、それらの技の数々は日本柔道の将来に大いに貢献していくことであろう。